皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。先週さらっと動画講師をサボりましたが、今週の動画をですね、僕から皆様へのメッセージといいますか、ご連絡といいますか、ご報告といいますか、まあ、そんな感じのお知らせ動画でございます。突然ですが、皆さんが今このご覧いただいているアフタービートギターチャンネル、2009年の1月に動画のアップロードをスタートして、これまで8年以上にわたって600本、700本ぐらいの動画をアップロードしてきました。限定公開のものも含めるともう800本近いんですけれども、まあ、その中にはね、ギターレッスンなり、ベースレッスンなり、ドラムレッスンなり、ピアノレッスンなり、はたまた料理動画もありみたいな感じで、もうあの手この手を使って皆様に動画をたくさんお届けしてまいりました。しかし、すごいこのね、近頃この大きな壁にぶつかっておりまして、とても大きな壁にぶつかっておりまして、すごくこう端的にね、すごくこの単純に一言で表しますと、もうすごくこうね、シンプルに一言で表しますと、ネタがない。これにつきます。ギターレッスン動画なんかいろいろね、こうわーっとこう作っていきたいなと思うんですけれども、いかんせんこうね、もう何をしたらいいかわからなくなってきたっていうのがね、正直なところでございまして、なんかこう動画を作ろうと思っても、どうしようかな、どうしようかな、なんかもうあれやろうかな、これやろうかな、それやろうかな、ああいうリクエストがあったからちょっとそれに答えようかなっていう気持ちがなくはないんですけれども、なんかいまいちこうパッとしないっていうか、なんかこう、いまいちこう乗り気にならないっていうか、なんかこう、どうしようかな、みたいな感じになってしまうわけなんですよ。なので逆に、ちょっと皆さんに聞いてみようかなと思いました。今まではその僕の方からその、ね、これはどうだろう、これはどうだろうっていう感じでその、ね、動画をわーっと作ってたんですけども、逆に聞いたらどうだろうかと。もう皆さんから大々的にリクエスト、アイデアを募集したらどうだろうかと思いまして、この動画を作成させていただいております。まあね、皆さんの中でこう、今まで動画見てたけれども、滝谷さんにこれやってほしかったんだよな、滝谷さんにこれ教えてほしかったんだよなっていうのはね、少なからずあると思います。というか、まあ、一つ二つ絶対皆さんあると思います。もしそういうのがよろしければ、コメントに残していただけると嬉しいなという動画です。1行だけで、あれが知りたい、これがやってほしい、あれあれ、あれがいいとかっていう感じでも構いませんし、もしちょっとお時間に余裕がある方は、こういう企画というか、こういうのどうですかみたいな、こういうシリーズどうですかと、他のチャンネルの人とね、こうコラボしてこういうのやってみたりとか、視聴者さんとこういうのやってみたりとかすると、動画としても面白いと思いますし、僕も、すごい楽しみになっているので、そういうのをね、リクエストしますみたいな感じで、コメントしていただけるとすごく嬉しいなという感じです。まあ、アイディアをいただきたいといいますか、そのお知恵を拝借したいといいますか、そんな感じの、皆さんへのお願いでございました。もちろん、その全部答えるわけにもいきませんし、これやってほしいっていうね、そのリクエストが多かったものに対して、まあ、必ずやるとも何とも言えないんですけれども、まあ、ちょっとね、皆さんの心の中で、今までこれやってほしかった、あれやってほしかったっていうのがあると思うので、ちょっとそういうのをね、一つコメントでパパッと、残していただけると、お、なるほどね。そういう考え方があったかと、僕も参考になるので、ぜひご協力いただけますと、嬉しいなという動画でございました。で、その中からね、ちょっとまあ採用させていただくことも多々あると思いますので、ここぞとばかりに、リクエストをしてみてくださいませ。ギター、ベース、ドラム、ピアノ、そういった楽器でも構いませんし、あと僕ができることといったら、その DAW というか、そのデジタルオーディオワークステーションを使ってミックス作業みたいなこともやったりとかしますし、レコーディングとかもやったりとかします。まあ、興味がある方はね、その歌イスト、僕がやってるその歌イストっていうチャンネル、ユニットのチャンネルとか覗いてみてくださいませ。そちらで使ってる音源とかはね、もう基本的に僕がレコーディングして、僕がミックスして、アップロードしてるっていう感じなんで、そういうのに興味がある方は、それ関連の質問をしていただいても OK。です。で、またね、こう普段のこの撮影っていうんですかね、動画編集とかそういったことでも構いませんし、最近やっている YouTube のね、生放送とかそういったことに関することでも構いません。あと、僕ができることといったら、まあ、あとは Adobe とか、ね、いられフォトショーとかになってくると、ね、いよいよ何のチャンネルだって話ですけれども、そのいられフォトショーとかを使って、例えばこういうのとか、こういうステレオキッチン大復活祭みたいな感じで、これちょっと僕が、いられフォトショーを使ってその作っているフライヤーとかなんですけども、こういう質問でも、いいかもしれません。あと、他に何だろうな。動画編集、いられ、DPE、ミックス、料理、あと、他に何かあったっけかな。あ、簿記のこととかでも構いません。確定申告のこととか。うがったっていうか、ちょっとこう、あれな言い方をすると、そのバンドで売れるためにはとか、なんかね、YouTube で人気を獲得するためには、チャンネル登録を獲得するためにはみたいな、なんかそういった話を聞きたいとか、そういうのでも構いませんし、僕が持ってるもの、結構いろいろあると思うので、
その中からですね、聞きたいこと、教えてほしいこと、解説してほしいことあれば、何でもかんでもバシバシッとコメントしていただけると、すごく嬉しいなという感じです。そうですね、個人事業主のなり方とか、なんかそういったものが面白いかもしれないですね。確定申告の仕方。まあ、そんな感じで、いろいろと聞きたいことがあると思いますので、よかったらコメントに残してくださいませ。ではでは、そんな感じでこの動画を終わりにしようかと思うんですけれども、これだけだと皆さん面白くないと思いますので、最後に、早口言葉の練習をしましょう。あ、書き順が怪しい。はい。こんな早口言葉を練習して最後は終わりにしましょう。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。結構ライブとかでね、もしくはそのツイッターとかでこれの真似をしてですね、なんか動画をアップロードしたりとか遊んでる人を見かけるんですけれども、何気にこうね、ギター科講師が抜けたりとかね、アフタービートミュージックが抜けたりとかね、なんかこの皆さん、こんにちはの、こんにちはが抜けたりとかですね、皆さんちょっとこう微妙に違うので、正しいやり方を早口言葉として皆様に、お教えさせていただこうかなと思います。この動画の最後に。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。3、はい、どうぞ。ある程度慣れてくると、これをですね、このどん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 と省略していくわけですね。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。3、はい。結構この辺むずいですよね。ギター科講師の滝沢です。ギター科講師の滝沢です。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。こんな感じです。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。僕の口癖として、結構ね、あまり口を大きく上げずに、このゴニョゴニョと言ってしまうところがあるので、このゴニョゴニョ感をね、うまい具合にコピーできるとバッチリでございます。あんまり滑舌よく、皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。ってなると、ちょっとね、滝沢っぽくならないので、この口をゴニョゴニョとちっちゃく、皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢ですと。まあ、10人、聞いたら、まあ、5人は理解できないぐらいのスピードとゴニョゴニョ感でいくと、それっぽくなるかなと思います。10人聞いたら5人ぐらいはわからないというね、何言ってるかわからない、竹沢さんみたいな、深沢さんみたいな感じの、そういった感じがすごく良いかなと思います。そんな感じでございます。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。以上でございます。それでは、最後は、お遊びでしたけれども、何か思うことがありましたら、バシバシコメントの方に残してみてくださいませ。その中から来週の動画から、来週じゃないか。来週の動画は、UR242 を使って、すごいこうね、YouTube 生放送のリバーブのかけ方っていうね、とってもマニアックな情報を配信していこうかなと思ってるんですけれども、その翌週から、リクエストにお答えしていこうかなと思います。よかったらバシバシコメントを残してみてくださいませ。それでは、さよなら。あはは、また違う動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バハハイ。ほほ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 。